ジュール・アルクシ・ミュニエは、フランスの画家、写真家である、リヨンで生まれた。父親はジャーナリストで、エル・オーブや、エル・インディペンデント・デ・ル・オイセの編集長を務めた。トロワやボーベの高校で学び、美術のクラスで才能を見出され1881年に、パリのエコールでボザールに入学し、ジャン・レオン・ジェロームの教室で学んだ。一緒に学んだ、パスカル・ダニャン・ブーベレや、 ギュスターブ・クロード・エティエンヌ・クルトワと親しくなった。1885年にパリからオートイコールソール県のクルボンに移り、マリー・パリと結婚した。義理の父親から財産を受け継ぎ、クルボンの村に屋敷を持った。1887年にサロンド・パリに出展し賞を得た。奨学金が与えられてスペインを旅し、モロッコのフェズやタンジェまで旅した。 オリエンタリズムが流行していたので、モロッコには、ルイオーギュスト・ジラルドや、ルネグザビエ・プリネといった画家たちが滞在していた。ミュニエは、友人のダニャン・ブーベレとアルジェリアまで旅した。アルジェの夕暮れの風景画や、現地の女性の人物画を残した。自らの住む地方の人々の生活や、風景を描いた。2年間滞在した、コルシカ島や息子が住んだ、スイスの風景も描いた。 1911年にレジオンドヌール勲章を受勲した。1921年に芸術アカデミーの会員に選ばれた。ありがとうございます。